歴代最強マムクートランキングトップ5を紹介していきたいと思います。第5位は覚醒に登場するノノです。ノノはギムレイ教徒から追われているところを傭兵グレゴに助けられて仲間になります。見た目は無邪気な子供ですが、年齢は1000歳を超えています。マムクートはこういう設定が多いですね。寝ることが好きらしく、軍の中で一番遅くまで寝ています。あとどうでもいいですが、幼女にこういう格好をさせるとどっかの団体に怒られそうです。今回初期値には流石、期待値には新流石を用いた値を示します。初期値は流石の能力補正で守備、魔防はそこそこですが、技、速さはかなり低めです。成長率は全体的に高めで、どの能力もまんべんなく上がります。特に HP はレベルアップで2上がる可能性もあります。期待値は流石の補正により防御性能が高いですが、速さが低いので追撃するどころかこちらが追撃されやすいです。覚醒の流石は射程が1から2なので、近距離にも遠距離にも対応でき、非常に使い勝手が良いです。また流石を普通に武器屋で買うことができるので、使用回数を気にせず使用することができます。弱点としては速さが低めな点です。せっかく高い防御性能も追撃されてしまうとあまり有効に活かせません。ダブル等を用いて速さを補正したいです。第4位は封印の剣に登場するファです。ファはナバダの里で暮らしている神竜であり、ファの存在は他国に隠されています。そんな中、外の世界を見てみたいという好奇心からこっそりロイたちについてきてしまい、ベルン軍に囚われているところをロイたちに助けられ仲間になります。厳密な年齢は分かりませんが、数百年生きていると言われています。確かに他のマムクートと比べて子供っぽいですが、それでも数百年はやばいですね。初期値は流石の補正により防御性能が高いですが、HP 速さが低いため案外あっさりロストしてしまいます。成長率がめちゃくちゃ高く、特に幸運の成長率は歴代でもトップです。期待値では流石の補正もあり、どの能力も非常に高水準です。弱点である速さもしっかり伸び、期待値では追撃されづらい値まで成長します。神竜であるファはベルン戦闘竜に特攻であるため、強力である竜に対する切り札的存在です。また魔防が初期値で26もあることから、パージやサンダーストーム等の遠距離魔法に対して壁役として運用できます。これがかなり有用です。弱点としては新流石の使用回数が30回しかないので、適当に使っているとすぐなくなってしまいます。ここぞという時に使用しましょう。第3位は聖魔の功績に登場するミルラです。ミルラは闇の樹海の守護者ムルバの義理の娘です。魔物の復活を察知し、サレフと共に行動していましたが、途中ではぐれてしまい、そこでエフラムに保護されました。道中悪人に竜石を取られてしまい、グラド軍のセライナの元に渡り、彼女に石を返すように懇願します。僕はいつもフェイに石を返してもらうように懇願しています。気になる年齢は1200歳です。初期値は相変わらず低めですが、流石の補正が非常に強力です。ファと異なり守備の成長率が非常に高く、その分幸運の成長率が低めです。期待値ではどの値も高水準であり、守備は流石の補正込みで35、魔防は33と防御性能が極めて高いです。ファと比べて流石の使用回数が50と増えたため、多少適当に使っても問題ないです。またミルラは飛行ユニットであるため地形に左右されず、使い勝手が非常に良いです。弱点としては飛行ユニットであるため弓が特攻である点です。いくら守備が高いとはいえ、さすがに特攻ダメージは厳しいので、弓特攻を無効化するフィーリーの守護を持たせたいです。第2位は紋章の謎第2部に登場するチキです。初代ロリ・マムクートですね。チキは神竜ナーガの娘であり、神竜の能力を受け継いでいます。封印の盾が失われ、ナーガはチキが暴走してしまうと判断したため、
長い間漂流神殿で封印されていました。第1部ではガーネフにラーマン神殿に誘拐されますが、バヌトゥの説得で仲間になります。バヌトゥ唯一の見せ場ですね。第2部では漂流神殿で星のオーブを完成させると封印の盾が完成される、見通しが立つため、眠る必要がなくなったチキが仲間になります。年齢は1000歳以上だそうです。長い間封印されていたからまだ幼女というのはまあ理解できます。今回は新流石を用いた際の能力変動値です。他の流石の場合若干変化します。上限が20である紋章で、この能力は非常に強力であり、初期値でも十分強力です。魔防が10あるのも高評価です。成長率は守備こそ全く成長しませんが、HP、速さ、幸運はかなり高めです。第2部では竜を相手にすることが多いので、新竜の竜特攻が非常に有用です。また新竜石以外の竜石は秘密の店で購入できるため、新竜石をケチって他の竜石で代用することもできます。弱点としては紋章のマムクートは法則がゼロな点です。そのため敵によっては確定で追撃されてしまうため、一度にたくさんの相手をすると案外ロストしてしまいます。運用には気をつけましょう。そして第1位はイフに登場するカムイです。初のマムクートでありながらの主人公です。カムイは白夜王国で生まれましたが、幼少期に暗夜王国に誘拐されてしまい、自分が白夜王国で生まれたことを知らずに暗夜王国で育ちました。始祖竜の血を引いていることから、竜石を用いて竜になることも可能です。今回はダークブラッドとして育て、得意不得意は考慮していないデータになります。また初期値には竜石、期待値には新竜石の補正を適用しています。成長率はどれもバランスが良く、中でも力が高く魔防が少し低めです。期待値ではどの値も高水準であり、竜石により技速さは下がってしまいますが、その分防御性能はかなり高いです。全体的にパラメータが非常に高く、得意不得意によってある程度尖らせることも可能です。また竜石は追撃こそできなくなりますが、守備と魔防が大きく補正されるため壁役として運用できます。弱点としては器用貧乏である点です。高難易度であると龍馬や匠、エルフィやブノアなど尖った能力のユニットの方が使いやすいです。また今回竜石運用で紹介しましたが、ぶっちゃけ雇の神が強力なので、終盤以降竜石の出番は減る印象です。それでもいろんな運用ができるのは非常に便利です。番外編として覚醒イフの子世代のマムクートを紹介します。親によってクラスやスキルが異なり、選定が困難であったためランキングには入れませんでしたが、十分強力なユニットたちです。マークはルフレとノノが結婚した場合にマムクートの素質を持ちます。カンナは竜石装備時に HP が 15% 回復する固有スキルがあるため、カムイよりマムクートらしく運用することが多いです。いかがだったでしょうか。あくまで個人的な意見ですので、今回ランクインしていないキャラでも強力なキャラはいると思います。ぜひ感想や意見をコメント欄に書いてくださると嬉しいです。このチャンネルではファイアーエンベレムの歴代ランキングに関する動画を定期的に投稿していきます。ファイアーエンベレムが好きな方、ぜひチャンネル登録、高評価、コメントをお願いします。それではご視聴ありがとうございました。